こんにちは。日本学術書道会の田村希蘭です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、一方雲偏偏相関水潜潜です。峰の上には雲がぽっかりと浮かび、谷では水がさらさらと流れている。万物の営みが何のとらわれも計らいもなく、あるがまま無心に行われている様を言います。一切の名目執着を除き去って、無下時代に振る舞う修行完成者のあり方です。それでは今から、一方雲偏偏相関水潜潜を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。